公共商工の導水路です。よいしょ、よいしょ。おー、いい感じに濁ってるね。さあ、ここの流れ込みですね。濁ったね。水が落ちたら割とナマズが入るんですけど、どうでしょうね。今肉眼ではあまり見えないですけど、いてそうですけど。いてないか。あれ、混ぜた。ゴミやと思った。なんかゴミかもがこうなびいてるだけかと思ったら、今ナマズでしたね。ナマズやったよ、ナマズやったよ。おるね。ちょっと投げにくいけどね。向こうから投げたいけどね。おお。ほら来た。ほら来た。すごいちっちゃいラマズです。最初記憶更新最初ゴミだと、あの藻だと思ったわけだよ。見てこれ、すごいベイビー、超ベイビー、ベイビーちゃん、かわいい。水槽で買えるサイズですね、これ。めっちゃかわいい。持って帰って水槽で買えるサイズ。こんなちっちゃい。20、25、30センチぐらい。お。一回目やけど出たな今。よし、おい、かわいいベビーちゃん。ちょっと黄色い感じで、かわいい。え、30センチ。まだまだ。かわいい、ナマズちゃんでした。はい。ほい。めちゃくちゃ状況が変わりましたね。ちょうどね、ここ、2、3日前ぐらいから田んぼに水を引き始めました。この辺でね。そうすると、あんだけクリエイター水がもう、こういう感じに濁ってます。ナマズには最高です。ちょっと流れ込みもね、増えるしね。ナマズには最高かなと。思います。出ないです。影の何かいた。
なんか言ってた。待ってた状況やで、これ。状況はとてもいいよ。みんなまずついてんちゃん。じゃあついてるやん。おい、生ちゃん行ってった。よかった、来たな、ついに、ついに来たよ。さあ、行ってるの分かるので、ちょっともうちょっと小さいメロンで攻めます。行きゃったやな。ノイジーキャット、ノイジーキャットチェンジ。デリケートやな、でも。マジか。デリケートすぎへん。ほら、来た。あれだ、あれだ、割れたね。大きいんじゃない、これ。重たかったよ。66センチありますね。